こんにちは、深田静香です。本棚紹介の時間です。今日は生産者から出ている石倉文信さんの奥さんそれは不言病ですねです。私はカウンセラーの先生から教わった本の使い方をしていて、潜在意識のプログラムを書き換えるという目的で本を読んでます。そしてカウンセリングでは毒親と洗脳について受けていて、先生によると不幸な人は誰かの被害に遭っている可能性が高い。私は母から、母は夫、私の父から被害を受けているという仮説をもとにカウンセリングをしてくれてます。今回は不言病について勉強するためにこれを読みました。でこの石倉さんという方は男性更年期外来を担当されているお医者さんだそうです。で私は今まで一度も結婚したことがないので知らなかったんですけど、この石倉さんによると若い時でも鬱陶しい夫が中年に入るとさらに鬱陶しくなるって書いてて、と後ろにもこう40代以降の女性を悩ませる体調不良で、疲弊するばかりの妻はそれでもけなげに夫を支える、でもその不調は夫が原因の不言病だったとはって書いてます。この中にたくさん事例が載っています。でとても印象的だったのが、事例の中に奥さんが服を買ったり外に外出して遅くなってとってもぐちぐち言われる、もうまるで監禁されてるみたいっていう例とか、あと健康オタクの旦那さんがもう同じことを強いてきたり、家事をしている最中でもすごく命令してきて、もうそれをこう黙って文句も言わず聞いてもう疲れ切ってしまったっていう例がありました。もう本当にね、そりゃやむよって思いました。これを全部読んで、あ、うちの父じゃんって思いました。でもね、まあ、うちの父はねもっとひどいんです。もうこれを10倍1000倍にしたぐらいです。もしこれを見ていてくれたあなた、聞いてくれたあなたも調子悪いんだけど病院ではどこも悪くないですって言われたっていうあなた、もしかしたらその原因が不言病かもしれないです。ぜひ一度本を読んでみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。深田静香でした。また来ますね。